今回のプラチナシネマはエンド・オブ・ホワイトハウス案内役は映画ソムリエの東さゆみそして12月のゲスト解説者に映画ライターの寺沢ホークさんをお迎えしてお送りしますアクション状態作エンド・オブ・ホワイトハウスの登場ですはい。タイトルの通りですね大統領が詰めているこのホワイトハウスがですね、はい、テロ組織によって乗っ取られるというそういったまあアクション 巨変になっておりますけども、はい、あの主人公はジェラルド・バトラーですね。うんうん、あのスリーハンドレットに出てきた肉体派ですよね、ええ。で、まあ彼が元シークレットサービスですね。えー、で、いろいろあってまあ腐ってたりしたわけですけども、うん、大統領のそれからアメリカの危機にですね、一人立ち上がってテロ組織を向こうに回して、そして大統領を救うために戦うというようなお話ですね。あの同時期に似たような映画がありましたよね。はい、そうですね。全く同じ年にえホワイトハウスダウンというですね。 大統領がジェイミー・フォックスそれを救いに行くのがチャニング・テータムというまたいい男たちが出てきてですね乗っ取られたホワイトハウスを舞台にいろいろぶっ壊したりするっていう常々そういう問題を何と呼ぶかっていう研究をしてきてまして、えーはい、昔からですねなぜか同じ年にネタがかぶる。 例えば「ダンテズ・ピーク」っていう映画がありました、はい、リーダー・ハミルトンが出てきたて、えー、火山映画ですね。その年にあのもう一回火山が噴火してボルケーノっていう映画がありまして、ねはいうん、それからあのディープ・インパクトとアルマゲドンって同じ年にあの地球にです、ね、巨大隕石が接近した年もありましたね。いでですああくまま仮説ではありますが、えー おそらくそのマーケティングリサーチといいますか今年来年あたりちょっとこれがくるんじゃないのということを同時と発的に考えるんんだと思うんですねあのその時期に流行っていたものですとか社会現象とか<う>いろんなものを調査してですね政策途中ぐらいから向こうが何かやってるらしいよっていうのが聞こえてくると思うんですけどそういうのって聞こえた段階ではストップできないもんからそういういことでですすよね、はい、というチキンレースがですね。 <laughs> 繰り広げられる, <laughs> る、はい、でその「エンド・オブ・ホワイト・ハウス」とそれから「ホワイト・ハウス・ダウン」という映画にまあ話を戻せば恐、はい、らくだから昨今の,その国際情勢ですよね、えー、常にテロの脅威であったりとかということが言われている今だからこそホワイト・ハウスが。 テロの襲撃にあってはいかがかっていうそこに僕は飛躍はあると思いますけどやはりまあその世界情勢みたいなことを題材に一その超対策娯楽超対策を作ってみてはどうかっていうこの流れっていうのはあるだろうと思いますそう、ねはいう経緯があったのではないかと思いますなるほど そして、この映画は監督がアントワン・フークは監督ですけども。スターの魅力を引き出すのがうまい監督なのかなっていう。そうですね。イメージなんですか。はい,いかがですか。ついこの間もあれですよね。荒野の七人のリメイク。はいえー、マグニフィセントセブンで男七人出てきてね。はい。はい、そ,れそれぞれにいいとこ見せましたし。うん、それから、デンゼルワシントンとよくやってますね。えー、イコライザーもそうですね。いいはい。あとは、サウスポーでジェイクギレンホールの新たな一面を。 見出したりしてるのかなっていう印象なんですけども、はい、意外とその男の魅力っていうところは確かに、うん、あのグッと引き出してね、うん、やってるのかなと思いますね。このエンドオブホワイトハウスは始まってからもう本当にずっとノンストップのアクションが続いて、本当に見応えがありますよね。はい、ね聞こえま,ますね。実際にホワイトハウスのね大セットを作って、それをもう壊したい放題、はい、散らかしたい放題やったもんで <laughs> 景気のいい映画だなと思いますね。うんうん それでは皆さん週末は「ザ・シネマで輝く夜」を。